写真拡大。中日立浪和義新監督52が初勝利に飢えている。26日の巨人戦、東京ドームに3点リードの8回に岩崎の緊急降板をきっかけにスクランブル登板した田嶋、福は G 打線に打ち込まれて一挙5失点。結局、チームは5対7で2試合連続の逆転負けを喫した。勝利が見え始めていながら8回に暗転した指揮官は、一つ勝たないと落ち着かないというのもあるし、勝つことの難しさを改めて感じるわけですが、リードしている終盤は落とさないように次からしていきたいと必死に前を向いた。5番に抜擢している捕手の木下が前日26日は5打数無安打、この日も3打数無安打で快音が聞かれずブレーキとなっている。それでも木下は出だしからつまずいているが、しばらくは続けていこうかなと思いますと、このまま根気よく起用する方針を示唆した。8回の攻撃では巨人の3番手高橋、4番手畑の乱調もあり、無安打ながら4四球と押し出しで2得点を挙げて、この日の打線は5安打しか出てない。効率よくというか、相手にも四球があって点が取れたが、それを守りきるのもうちの野球なので、また頑張るしかないですと気持ちを切り替えて初勝利。